帝都の老人どもに足止めされている間にこの復興ぶりだ。まったくこの国はたくましいな。現在ラバナスタの反乱分子は孤立しておりますが、今後外部勢力から支援を受けると厄介です。特にビュエルバの反帝国組織は不自然なほど資金が豊富です。やはりコンドール公が背後から意図を、コンドールを抑えるべきです。ところが彼から連絡があってな、檻から逃げた犬を捕らえてギースに引き渡したそうだ。奴を殺すのは私です。見上げた弟だ。ああ、ギースがラーサーを連れ帰る。明朝ビュエルバを立つそうだ。ケイに本国まで送ってほしい。ドクターシドが来るのでな。外してくれ。そうか、先生。ナブリスの剣もある。はあ、偽装はしている。バカどもには幻を追わせるさ。そうだ。歴史を人間の手に取り戻すのだ。おお、ベイン。失政官職を楽しんでるようだな。2年も待たされたのでな。帝都はどうだ、元老院のお歴歴は。まめに励んどるよ、あんたの尻尾をつかもうとな。やらせておくさ。殿下。なぜ生きている、バッシュ。よくも私の前に。君たち、いささか図が高いのではないかな。旧ダルマスカの王女アーシェ・バナルガン・ダルマスカ殿下の御前であるぞ。こいつが。もっとも身分を証明するものはないのでね。今は反乱軍の一員に過ぎない。解放軍です。執政官閣下はダルマスカ安定のため旧王族の協力を望んでおられる。だが証拠もなく王家の名を掲げ、いたずらに治安と人心を乱す者には例外なく処刑台が当てがわれましょう。誰がベインの手先に。など亡きラミナス陛下から預かったものがある。万一の時には私からアーシェ殿下に渡せと命じられた。ダルマスカ王家の証、黄昏の破片、殿下の正当性を保証するものだ。私だけがありかを知っている。待て、父を殺しておきながらなぜ私を。生き恥をさらせというのか。それが王家の義務であるなら。いい加減にしろよ。お前と一緒に処刑なんて嫌だからな。黙れ。バン、それは王宮の宝物庫で。おいおい。結構もう用意してありましたか。手回しの良いことだ。やめなさい。約束しろよ。処刑はなしだ。ジャッジは法の番人だ。連行しろ。アーシェ殿下だけは別の部屋へ。
ど、なぜこんなもののために。君が持っていたとは、これも縁だろう。俺を巻き込んだのも縁かよ。黙って歩け。あの場では他に手はなかった。仕方あるまい。任務が優先か。さすが将軍閣下。それにしてもあれが王女とはね。公爵の手引きか。初めて頭を下げた。いいか、ダルマスカが落ちて2年、俺は一人で殿下を隠し通してきた。敵か味方がわからんやつを今まで信じられなかった。苦労させたな、俺の分まで。助け出す、手を貸してくれ。ああ。ご無事で。どうする。殿下。ありがとう。大丈夫です。私グズグズするなよ。時間がないんだぞ。パンネロが待ってるんだ。さっさとしてくれ、敵が来る。話は後ほど。
いいか、我らが結露を開きます。私は裏切り者の助けなど何としても必要です。自分がそう判断しました。引き返すぞ。関西艇を奪って脱出する。殿下は無力な自分を許せぬお方だ。だが現実を受け入れてもらうしかない。大丈夫。ギースが気づきました。早く脱出を。アズラス将軍ですね。僕と来てください。先回りして飛空艇を抑えましょう。正体を知った上で逃がすのか。アーシュ殿下、あなたは存在してはならないはずの人です。あなたやローゼンバーグ将軍が死んだことにされていたのは何かが歪んでいる証拠です。今後あなた方が行動すればもっと大きな歪みが見えてくるように思います。だから言ってください。隠れた歪みを明らかにしてください。私はその歪みを正して帝国を守ります。わかりました。どうもな、ラモン。あの時はすみません。パンデラさん、これお守り代わりに。行きましょう。残念ですな。ダルマスカの安定のために協力していただけるものと信じておりましたが。まあ、王家の証はこちらにある。よく似た偽物でも仕立てればよいのです。あなたには王家の資格も価値もない。席か。ご立派ですな、殿下。名誉ある降伏を拒むとは全くダルマスカらしい。貴様に何がわかる。また落ちたいの。
っておきました。光栄の至り。オンドール校に？でも、あの人は。お会いになるべきです。表向き帝国に従っているように見えても、それは公爵の本心ではありません。こうして殿下をお助けできたのも、公爵の助言があればこそです。少々、危険な手段ではありましたが。自分も同感です。これまで距離を置いてきましたが、もっと早く公爵を頼っていれば、自分が愚かでした。ウォースラン。殿下、自分に時間をください。我々の力だけでは国を取り戻せません。別の道を探ります。自分が戻るまでは、バッシュが護衛を務めます。まだ彼を疑っておいででしょうが、国を思う志は自分と変わりません。あなたがそこまで言うなら、任せます。殿下を頼む。オンドール公爵の下で待っていてくれ。